だからできんじゃん。もしもし。なに？追加したよ。あ、追加されてたよ。だから入ってんだろ。そうそうそう。何やってんの？さっき電動ピストン終わって開始してた。いくら記憶稼いだの？10万円。1日で？うん。あー、そっか、よかったね。うん。うなちゃんのとこでバイトしてんだっけ？いや、俺んとこは勘弁してくれよ。もうほんと、あの機械はもう勘弁してくれよ。俺もうアウトだからあれで捕まりたくねえし。わかった。ああ。じゃあさ、大阪行ったら連絡するね。ああ、わかったよ。ああ、うん。ありがとう。じゃあな。はーい。頑張ってな。ありがとう。じゃあな。はーい。はい。どこ？いや、伝統は、それは、営業中はやめてくれ。うん。閉店ガラガラの時にやってくれ。たらいいよ。いや、みんな現金持ってくるんだったらいいんじゃねえの。それは俺知らないよ。それ、なっちゃんに交渉すればいいじゃん。配信者くどいたことありますか？くどかれたことはありますよ。うん。昔はね、10年ぐらい前は。まだ若かった頃はね、こう見えても。まだイケイケの頃は。一応はね、うん。ちょっと持ってたんだよ。そういう時期もあったんだよ。俺にも。昔はね。今はないよ。今も持てるよ。ない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 。いや、今はもう普通に孤独なおじさんだよ。私のなんちゃんみたいなタイプ好きよ。やめといた方がいいんだよ。伊藤とスロットを打ちに名古屋へ行くの。ああ、そんな予定があるんだ。まあでも、スロットとか、あれ気をつけろ、コロナ。石川もかかって、泣き入れて病院で入院してくるやつやから。な。利用しない。ああ、大丈夫。俺は、トラップかかんねえから。うん。全然。尊重、そこらの美人だって、俺、くらっと来ないから。なんだって俺は、
そこそこいい女と仲良くしてきてるから。ああ、余裕よ。あと、ここで言っちまったら嫌だけど、体売ってるような女、俺用事ねえから。マジで。見た目が良くても何でも。ああ。いいねとは思うけど。年齢制限？俺最近ね、ちょっとね、緩くしてんだけど、40ぐらいまでだったらいいかな。うん。俺が52になるから。一回り近いぐらいまでだったらいいかな。ああ。いいじゃん。今日も10万円稼いだってさっき言ってたけど。体使って金稼いでんだから。いいんじゃねえの。俺ら男はよ。そうはいかねえからな。だろ？そう思わない？ちまちまやってんだよ。俺らは。1時間でお前、10万円とか。すごいね。肉体労働、まあ、あたしはどうでもいいよ。あいよ、匿名さん、お疲れ。っていうか、さっきのさくらが全然俺に連絡してこねえんだけど、あれこそ桜なの。ダメだろ。普通に。いや、俺と会ったことあるって言ってんの。なおさん、仕事行ったら？ありがとう。せっかく時給まで言ったのよ。まあいいか。LINE 来ないんですね。うん。来てないよ。いや、まあ、冷やかしかどうかわかんないけど。全くないね。うん。え、違うよ。夏は、普通に、LINE ツアー来たよ。
だからコメントしなくなっちゃったじゃん、さくらちゃん。れいなちゃんは梅田なんだよ。さっき言ってた。お、フラットはあの名乗る決まった。あらす。ありがとうございます。既読もつけねえし。ほとんど俺読まないからね。ダメなやつだから。なんでケロちゃん連発かよ。いいからこっちで。まあ今日は なんだか知んないけどレディース祭りが多くて、珍しかったですね。おいちゃんね、何新たに登録はリームだよ。オリブロックです。悔しがるのもそのぐらいにしとけよ。いつも女性は少ない。ああ、あんまりいない。4分ぐらいで寝るで。懐かしい欲は別にないだろう。あ、これもいい曲だな。俺は好きだな。ねえから俺、うん、そうかな、うん、
まあ他の配信者が太りすぎなんじゃないの多分。うん、他の人はね。まあ、飯は腹は減れば食うよ。うん。でな、まあ俺はもうこれで終わりだよ。またみんな次はいつやるかわかんないけど、うん、ありがとね。もうない泣き。取りすぎ。はい、ブロックです。ごめんね。これで太りすぎなら、クソ野郎だよ。じゃあね、みんな。お疲れ。